YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。今日の映画は何ですか？はい、これね、本当にね、私ね、ハンガーゲームファイナルレジスタンスって長いの？そんな、あ、ハンガーゲームファイナルレジスタンスでいいの？そうですね、ジェニファー・ローレンス主演。そうなんだけど、完結って書いてあるから、ね、完結って聞いてたの、試写場にも何もね。完結しないの？そしたらこれね、パート1とパート2があるのよ。それでパート1っていうのが今度公開されるんだけど、そうなのこれ、6月5日に公開されるのね。で、公開されるんだけど、アメリカでは去年公開されてるんだよ、ね。で、今年の、だから6月になったらね。多分お正月映画だったの、向こう。それで、今年の冬にパート2が公開されて完結なのよ。あ、そうなんだ。で、私も早途中で大体いつもこういうプレシートっていうのを見ないじゃない。まずね、映画を見る前にね。だからもらったらそのままバッグに入れちゃって、今日見てたわけよ。ずっと見てたの。まさかそうだとは知らないから。知らないで。終わるのって。ああ、そうなんだ。そう。だからそこが今日の一番の衝撃で。でもすごいね、こうシリーズ、ハリーポッターでも成し得なかった史上初の快挙、この資料はね、シリーズ2作連続、全米年間興収ナンバーワンって、そんな当たったの？うん、でも14年公開ね、アメリカでの。はい、それは、第1位はアメリカンスナイパーだったんだって。ああ、やっぱそうなの。うん。あ、よかったもんな。それで、年間2位になる。ああ、2位になったの。うん。でもすごいじゃん。すごいよね。すごいよね。うん。でも、アメリカンスナイパーって、やっぱ、イーストウッドの映画ね。あれを、やっぱ、アメリカはすごい。私もその前のイーストウッドのが良くなかったから、成績が全然ね。日本はアメリカンスナイパーはそんな行かなかったの？行かなかったわよ。だって、やっぱり日本の民度は低いな。違う、わからないでしょう、そういうのって。で、いいかね。うん。そうだと思うのね。だから本当にあった話だったし、あれは。はいはい、そうだね。だからその訂正はしてあるんです、ここは。わざわざね。なるほど。それで、今回びっくりしちゃったのは、ピーターっていう恋人がいて、ずっと、ずっとこう、一緒にゲームやったりしたじゃない。はい、で、そもそもはスノー大統領という、ドナルド・サザランドがやっている大統領と敵対してるわけよ。うん、で、今回出てきたのは、13地域っていう、はい、彼女、カットニスは、12地域の代表なわけね。はい、で、その、なんだっけか、12地域が完全にもう壊されちゃったわけよ。うん、大統領のあれで。ものすごい、もう本当に思い出のとこも何も全部壊されちゃって。で、13地域のその、なんていうの、収容所、っていうか、住民たちは、逃げた住民たちはね、はい、960人しか助からなかったの。1万人の中でね。はいはい、っていうような形があるわけよ。うん、で、その、で、ピーターは、その大統領方に捕まっちゃってんの。捕虜として。で、今回は離れ離れなのよ。うん、で、その、カットニスに向かって、ピーターが出てくるのは、うん、その画面だけなの。テレビでやってる。出てきて、とにかく戦争をやめろというのを言い続けるのよ。だけど、その、ジュリア・ムーアが扮するコイン首相っていう方の、その地下に潜ってる、ところ、それは亡くなったけども、フリピシモン・ホフマンが、はい、その後ろ盾にいるのにはブルタークっていうのが。で、そういう人間、たちと一緒になりながら、いわゆる革命派として活躍していくの。で、活躍していくんだけど、その恋人がこう、叩かれたりするのが画面って見えるじゃない、こう顔がやつれたりっていううちに。そういうので、どうしたのかどうしたのかと思っているうちに、
その攻撃されたりさ、攻撃したりさ、助けに行ったりとかっていろいろあんだけど、で思うよ。で私はもうてっきり完結編だと思うからさ、ね、だからさ、ハッピーエンドになるのかなと思ったら、これ見たらびっくりするよ。ピターがね、とんでもない行動を起こすのよ。とんでもない行動、うん、そこで終わるのよ。ああそうなんだ、うん、もうそこでそこで終わっちゃったから、ひえーとか思って、それで目終わってすぐに見たら完結編じゃなかったわけ。なるほど。次はいつ公開されるんですか？11月です。あ、じゃあちょっと先ですね。ええ、だからどう考えても、あのね、いろんな人が出てきてんのよ。だからそれこそ私から言うとジェフリー・ライトは出てるね、それからウッディ・ハレルソンは出てる、スタンリー・トゥッチも出てるっていうすごい役者が出てるわけよ、あのリアム・ヘムワーズっていう、ワースっていうのは、あのお兄ちゃんはほら、あのゲイルって役やってるの。そうそうそう、ゲイルってのこの子たち、この子も今すごいスターさんだな、でいろんな人たちが出てる割には、そのずっと出ているっていうのは、そのプリムっていう、ずっとじゃないね、妹と、それからこのジェニファー・ローレンス、だけなのよね。ああそうなんだ。いやだから、いろんな大物がたくさん出てるんだけど、きっと完結編ではもっともっと違う雰囲気になる。いや、じゃあ要するに続きものな感じなんだけど、映画としては今回のこれはどうだったんですか？あの星いくつなんですか、5つの中で。いや、それはあなた見せるからさ、星4つ。あ、4ついくわけだから期待もあるわけじゃない。ああ、そうかそうか、で続きものはもう見なきゃしょうがないわけ。あ、まあそうなっちゃうよね。そうなの、当然ね。見たくなるように作ってるんだから。そうそう、作ってるんだから。だけどあの前みたいなアクションシーンはあんまり多くないよ。ああ、わかりました。そういうこと。